構えろ。構えねば死ぬぞ。マスター精神の死だ。遠視性クセクエンスか。私の真似というわけだ。なるほどなるほど、最初からその気だったということじゃないか。バカ。自ら闇を選ぶ愚か者がいるとはな。場所が…いや、落ち着け。ここは多分僕の頭の中。あのマスターも本物じゃないはず。闇とは何だ、坊や。光に対する影、昼に対する夜、生と邪、善と悪、秩序と混沌、勝利と不勝利。だが、ここで貴様に必要なのは、もっとシンプルな力さ。リクラクラ、ラクライラク、ミニアントスピリティス、クラキアレス、エクステンダント、アレーリ、トールアフト、クラキアクロキ、ノカティス、アルファエル、クルスタリザ、キュウダイ、テレストレス。それは全てを飲み込むクラキは何して始まりの闇、次元の混沌だ。リクラクラ、ラクライラク、来たる氷星、果てを封せ、ディスカートス。この意味が分からなければ、貴様はここで私に敗れ、死ぬ。全てを飲み込む始まりの闇。落ち着け、このマスターも僕の記憶とイメージから作られた幻想に過ぎない。いわば僕の影、僕のイメージなら、僕のマスターのイメージ、マスターのイメージ、イメージ、勝てるわけない。もっとも、貴様はその意味をすでに知っているはずだが。ダメだ。どうした坊や、もう終わりか。たかが数百時間。勝てない。いや違う、このマスターは僕の影。ここで勝つということは僕自身の影に勝つということ。でも、あ、どうやって勝つ。しまっ、さっきたまたかセリエさん、フラグラウニーライト宝剣。これほど動けたとは驚いたぞ。この眠ることも逃げ出すことも死ぬことも許されぬファンタズマゴリアでここまで持ちこたえるとは、奇跡に近い見事な意志力よ。だが貴様の精神力にも限界は訪れる。これで何回目だ。70回ほどか。次は再び立ち上がれるかな。ぶ、いや、なんだ、終わりか。これで光への道も闇への道も断たれたわけだ。だがまあ、それもいいだろう。仲間に助けてもらって家まで帰り、父親のことなど忘れて、あの学園で皆と楽しく過ごしていくのも悪くはない。お前はよくやったよ、坊や。イエスカース、いいぞ、やっともがくか。よく見、よく味わえ、よく覚えておけ。それこそが貴様の力、剣戦だ。貴様の初期衝動、貴様の第一動、貴様の原風景だ。それだけでは勝てない。残念だったな、坊や。やられた。これでもダメなのか。当然か、僕がマスターに勝てるわけが。このバカネギ、何よ、あんな偉そうなこと言っておいて、そんなところで諦めちゃうわけ。
クライラック、ヒタリー、スピリトス、ブリチャーズ、サラスチェス、クシエル、スピリトオール、ロゴスタス、フィワーリス。でも、アスナさん、僕は…もっとも、貴様はその意味を、すでに知っているはずだが。あ、そうか、そうだ、僕は知っている。終わりだ、坊や。ニミス・テンペスタのオンスクラッ。それは、みんなが僕に教えてくれた言葉の中に。でかい悩みなら吹っ切るな。胸に抱えて進む。誰かを恨んだり、何かから逃げ出したりして手に入れた力でも、それは立派なあなたの力です。泥にまみれてなお前へと進むものである。何？マギア・エレベア。それはつまり、善も悪も強さも弱さも全てをありのままに受け入れ飲み込む力、コンプレクション。これは、いいぞ坊や。マギア・エレベア、得得したか。あなたは僕の記憶から構成された僕の影、いわば僕の一部。あなたを倒すことがこの試練に打ち勝つことではなかったんですね。時間がかかりすぎだよ。だがいいだろう。ではそのせいで見せてもらおう。